ポートレート山本博士は、日本の現代舞踊家、コンテンポラリーダンサー、振付屋である、ダンスカンパニー、ハニー B を率いる、京都府生まれ、現代舞踊協会制定新人賞、ダンスプラン賞、埼玉全国舞踊コンクール第1位、チェコで開催されたニュー、プラハダンスフェスティバルで、ダンスシアター賞を受賞するなど、数多くの受賞歴を持つ、 文化庁新進芸術家在外研修院制度で、オランダのスカピーノバレエ団に1年間留学。その後海外のフェスティバルからオファーを受け、放浪ーーソロツアーを行った。日本に帰国後もオランダ、ドイツ、チェコ、台湾、フィリピン、ラオス、アメリカなど不定期的に公演を行っている。オーケストラと落語による、オペラ、兵士の物語や、江戸東京博物館。 取材スカイツリー完成記念特別公演では、擬曲、エッフェル塔の花嫁花婿この振り付け、出演を手掛ける。瀬戸内国際芸術祭では、香川県の直島より、アーティスト・イン・レジデンスとして招聘。またアルティブ用フェスティバルやシアター、国際舞台芸術祭の振り付け家に選出される。2015年、キッドアイラック、アートホールの依頼で、初のソロ公演を行った。 2016年には、アジアや世界各国の新進振付家が集結する、福岡ダンスフリンジフェスティバルにおいて、作品、新海が選出される。岡山国際音楽祭岡山シンフォニーホール会館25周年、記念コンサートでは、生オーケストラによる、ボレロ、そして岡山県主催の初の事業、クラシック音楽と舞踊のコラボレーションでは、 ベートーベン公共曲第9番歓喜の歌を発表する。東京都主催都民芸術フェスティバルの振付家に初の2年連続選出され、その模様は JCOM チャンネルでも放送された。2017年には、沢神オペラ芸術振興財団主催ジャパンオペラフェスティバルの振付家に選ばれ、ボローニャ歌劇場フィルハーモニーや演出家のアレッシュをピチェックと共演する。 六本木アートナイトの振付家に選出。ブロードウェイダンスセンター講師。ありがとうございます。